こんにちは。こちらは、たなごたくぼた放送局です。はい、これはですね、燃料なかったよ。発動機運転会で、たまたま撮った映像です。改造して、わざとアフターファイヤーを起こさせているわけではありません。このバルブも向こう動いてたし、たまたま、めったにこういうことはないんですけど、未燃焼ガスが、この大きなマフラーの中に溜まって、それが、引火して爆発を起こした感じです。この後、爆発します。うわー！びっくりしてます周りが。かなりだろ。鼓膜破れたよ今。ざまみろって言ってます。びっくりした。だけまあ。もろだよな。今直撃で。本当にね。で, でも楽しい光景です。でもなるんじゃねえかなと思ったんだ。このマフラーに溜まった未燃焼ガスが爆発するわけです。こうやって映像で見るとね、こんなに火吹いてるんですね。瞬間の様子です。この驚いてるのは山梨のテーラー少年です。鼓膜破れたよ今。軽井沢さんがざまみろって言ってます。まあ、もろだよな。今直撃。それでは連続でちょっと見てください。うわー、こんな感じでね。うわクリスタ、うわクリスタ、うわ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 、これはね、久保田 C 型発動機といってとても古い発動機です。大正時代のものです。でもこんなアフターファイヤーを起こす光景は滅多に見られません。ご視聴ありがとうございました。